どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回の舞姫大学の特別講義なんですけども、創価学会についてね、ここ数日で私の印象、特に今までと違って大きく変わった印象についてお話したいと思いますね。それはですね、創価学会の皆さんの中に大きく私から見るとね、2つの流れがあるなというところですね。でこの2つの流れっていうのは、新しく創価学会に興味を持ってくださった方を歓迎する流れと、あとはね、もう一つはですね、にわかが語るなとかね、部外者が勝手なことを言うなっていうふうに、その創価学会について知ろうとしている人とか、これから創価学会に足を踏み入れようと興味を持った人を排除する人がいるんですよね。もちろんどっちがどうなのかってことはね、もうお分かりだと思いますけども。いわゆるにわかを排除して組織の拡大っていうのは図れないわけですよね。特に、私に対してそう思っているかどうか分かりませんけども、新しいねテクノロジーとともに発信力を持った人が組織に入ってくるのを、意味嫌う人っていうのはいるわけですよ。つまり自分の影響力が相対的に失われるっていうふうに思っちゃうんでしょうね。これは私の想像なんですけども、やり取りする中でそういったことを感じたかなと。でここね、1週間弱なんですけども、実際に創価学会の方もしくは公明党の方と連絡をいただいてね、直接やり取りをする機会とかお電話をさせてもらう機会とか、そういうのがありましてね、やっぱりこう今まで創価学会や公明党に対して思っていたことと全然違うのは、公明党イコール創価学会ではないよと、少なくともすでにもう違ってきてるってことなんですよね。でそもそもスタートの時点では、創価学会の理念をもうちょっと広めるために政治っていうものを使ってね、大きく広めていこうということで公明党っていう流れにはなったというふうに聞いてるんですけども、実際に公明党が25年前政権与党に組みした時に、どうも自民党化してきたと。国民の暮らしとかね、それから一般の消費者さんの気持ちとかとは全く別に権力を守る組織になってしまったっていうことに対して、池田大作先生のね思いとは全く違った方向に行っちゃったよねってことで、公明党に対して違和感を持ったりとかね、公明党を意味嫌ったりする人がいるという流れもあったり、ここでまたね一つの流れが確認できるんですけども、公明党は私たちの代表として、政治をね、この国の暮らしを変えてくれるんだと。だから実際に権力を持った創価学会の聖なる軍団なんだというね表現をされてましたけどもね、そういった形で公明党をね強く擁護するという方と、あとはね公明党っていうのは創価学会の理念と大きくかけ離れて、もう保身に配してしまって自分たちの欲得だけのことを考えてる。だから、国会議員の中で公明党の方っていうのはどうもね金持ちになってると。家を買ったやつもいたりとかね、それこそ自分の給料のために国会議員続けてるというふうに見る見方もあってですね。で創価学会の会員っていうのはなぜか知んないけども、公明党が与党になってからどんどん暮らしが貧しくなってる、これはどういうことだっていうふうにね、当然の憤りを示してる方もいるんですよね。そんな形でね、今動画を通じて公明党と創価学会に対して私から見える風景も変わってきたかなと。どうもギスギスしたものがその創価学会というグループの中にもあるもんだなと思ったわけですよね。はい、そして最後にもう一つなんですけども、案外創価学会の方や公明党の方っていうのはね、インターネットでの情報リテラシーを高めていないというふうにね私からは見えるんですよね。でもそれはもう仕方がないことで、創価学会の方もいわゆるね朝から晩まで宗教活動をやってるわけではなくて、エホバの証人さんじゃないんでね、やっぱり普段は中小企業とかね、それから一般の暮らしを送る中で、ささやかな家族の幸せを追求して、でそこに信心というものをね、核に置いて強調しているんだろうなっていうところなんですよ。だから本当に宗教に対して、創価学会に対して真摯であってね、で御所ってものを通じて自らを高めていくっていうところでね、インターネット上の情報に依存してないとも言えるのかなと思います。だから本当にこう原理主義とまで言ったらね言い過ぎなんですけども、御所を大切にする人たちの集まり、それが創価学会なのかなと思いますね。もちろんインターネットなどで二次的三次的情報の活用っていうのもねありって言えばありなんですけども、そうなるとね持論がどんどん分かれていって、同じ創価学会の中でも違った解釈が生まれてくるっていうことが起きるみたいなんですよね。ですので御所を中心としたそういった指導方針に従って、やっぱりね一定の教義ってものに達しないと、なかなか身内で争いが起きるってことにもなるのかなっていうところですよね。それが今回の創価学会公明党騒動にも表れてきたのかなと思いながら見ております。これからも私の見方変わるかもしれませんけどね、ここ1週間弱で感じたことってのはそんなとこかなと思いますね。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。